どうもエルザです。それではニオ2やっていきたいと思います。今回は黄金の城ですね、こちらの方やっていきたいと思います。いやー、今日の集落、旧落台っていうのはっていうことか、藤吉郎が建てた城だそうね。通りで金ピカなはずだわ。金ピカ、あーアムリタの色ってことね。悪趣味を通り越してまがまがしさしか感じられない、あの輝きはきっと霊石の天界の話が本当なら、ここには霊石がたくさん眠ってるはず。さあ急ぎましょう。趣味してはりますわ。どこへ行ってしまったんやろうか、あの憎めないお人柄は。茶の湯を通して道を正そうと努めてきましたが、黄金に魅せられて人の心まで失ってしまうとは。天界によう頼んどきます。秀千代藩、あとはよろしゅうに。もう手加減は不要ね。遊魚神をゲット。ああ、離宮はこういう風に最後を迎えたわけね。忘れないと。はあ。そしたら。ほう。スタミナあるね。かっけえな。よし。まあ多分そんな、あ、意外と130だったね。120、レベル高いんだけどな。130持ってるからなんとも言えないのよね。さて、この辺りのあやかしを買ってから行くわ。先行って、この辺りのあや、何かくれないかなと思ったけどもらえなかったね。さあ今回どんな感じになるのかな。
さあレベルは上げれない。加護はこんな感じでいっかな。レベルまであと2万か。103、まあ、適正レベルまでまだちょっと足りない感じだね。そう、かのような場所に庭を設けるとは、なんとも風流じゃのう。確かに。あのような姿にする感性は下せない。よし。4、5。まあ、レベル上げれるね。94。46、よーし、一回レベル上げよう。前回のトラウマがね、1レベルも上げれないで終わってしまったからさ。ちなみに、腰を、そうだね、腰をこっちにしてしまえば、多分5は上げなくてもいいような気はするんだよね。よし、そしたら、あ、お気に入りしてたからか。そうなれば、6度。この場で使えなかったっけ？あ、使えないね。仕方ないか。振り直しと思ったけど、まあそんなに甘くはなかったね。さて、道中は相変わらず雑魚敵がいると。んでもってライフ高めだったからドーンと。やってしまえば OK だね。よし、じゃあ次、開かない。やっぱなんか妖怪のあれが変わるね、ちょこちょこ。困ったな。とりあえず一回進むだけ進んで、お、人間。すまんな。
120ぐらいのみ、擬人塚があるから後でガンガン取りまくろっか。とりあえずまずショートカット作れるなら作ってという感じで。行ってしまった方が良さげ。ろくろか、やっぱ。出てきそうな気がし、おー、危ない。意外とね、届くからね。115、111、みんなレベル上げてやっぱ来てるね、ここにはね。おお、うへ、今絶対見られたと思ったんだけどな。さあ後ろちょうだい。おい、終わり。あぶな、それは危ない。128、いいね。でもその前に道を確保してからだね。お、なんか延々らのも屏風があるね。どういうことだ。触れる、ああ、美しいの、この絵、生きておるようじゃ。生きてるんだよ。おりようじゃなくて生きてるんだね、あれはね。ってことは今回はボスラッシュ。はあ、反対側からいけるという感じだね。で、これで、とりあえずショートカットはできた感じだね。よし。さあ、いきますか、ボスラッシュ。まずは、延々ら。力削るなら盾でも良さそうだね。おっと、いや横だな。さあどう来る。さあさあ来い。待ってた。さあどう来る。剥げたが、いや
全然ライフ削れてないんだよな。投げ技か、危な。2、3、4。バカみたいにライフ高いなー。危ね。さあ次どう動く？さあ無理をせず。やったね。いたー、受けてしまった。さてもうちょいで削り切れるが、さて問題はその煙の時なんだよな。意外とあの瞬間移動は場所によっては慣れないからね。さあ大技来ない？解けた。はい、終わり。さあ永遠の玉城。やり130やりか。さて出口は、あ、戻る感じだね。あ、ここで上に上がれる。んじゃ上行きますか。特に壊せるものはない。そこにあるってことはだ、そういうことだよね。降りる。あ、そういうことか。降りればショートカット作れるのかな。でも何にやられたんだろう。屍にグリーか。スーッと降りて開ける。あー、まっすぐ抜けていけるのね。あ、これ結構楽になるね。まあでもちょっとダメージ食らわないっていうか、それはありがたいな。さあ次は、嫌な配置やね。
はずす。これ武器変えて、もう一人声がした、あ、反対側ね。85、めっちゃ頑張ってるじゃん。はいはいはい。危ない危ない、6。お、こっちは階段。嫌だな。嫌だな、あの感じ。一応飲んどくか。危ない。暴発。おー、危ねえ。そういう仕組みね。これが変わるのがきついな。さあ、玉城月中。ああ、常闇。上をちょっと回収しに行きたいね。いや、これはなかなかしびれますな、今回は。危ない危ない危ない、また落ちるとこやった。32、素晴らしいんだけどな。随分と荒れ模様じゃな。本当だよ。先ほどより強く感じるぞ。お主、覚悟は良いな。覚悟はできてるけど、ボスラッシュは辛いっす。なんかどっかから攻撃来たな。どういう動き？やっぱろくろですか。ろくろかー。避けた？避けただと？やばいやばい。うわ、やっぱ。黒はやっべえな。宝はどこなんだよ。出してくれ。宝なんてあるわけないだろうに。なるほど。あれが邪魔してんのか。この近くしかも小玉がいるね。
おお、消えたね。帰るがいない。そんな帰れって言われて帰るわけないじゃん。125。先の霊石の塊とこの呪落台、何やら関係があるようじゃの。関係あるのかな。とりあえず拝んで、とりあえず拝んでね。レベルは上げたい。もう50だもんね、アムリタ使う量が。開かない。ぐるって回る感じか。あ、いたいた。ぐらいかな。うん、よし、じゃあ戻って、なぜかバレた。さあこっちへ逃げて、危ない危ない。ってことはもう一体なんかいるね。やっぱダメか。2体なんかいるね。くえ、そうきたか。意外とね、君もバカにならないからね。先にと思ったがしくったな。さあ、鬼さん。遊びましょうか。おお、やべやべ。魂よこせ。よし。強力ゲッチュ。いや、落ちてしまったね。仕方ないか。さあ、矢をゲットして。お尻にブスッとね。さあ、こっち側は？あ、回ってきた感じだね。まあ、ショートカットというよりかは、
ショートカット？ほう、こたびは紅葉か。手入れをするかしらは大変じゃろうて。確かにね。での城をなすまで霊石を集めるとはの。あ、ぐるって回ってきた。まあ、結果往来って感じか。ぐるって回って、そうだね、こっち来て、で、こだまちゃん返して、これに落ちたんだね。いや、わかんねえわ。そう。これは壊せない。中央の霊石の塊を壊さないといけないね。まあ、常闇か。来たね。さて。グフッ強えな、やっぱ一発が。で奥行って特にはなしかな。なしだね。いや、いたね。いた！綺麗に避けていくんだよね。98 105 112。絶対あの真ん中だよな。当たんなかったか。危ない危ない危ない。他の敵にロックオンかかってたからな。するのがしんどい。いていていて。違うのにロックオン行くのかつら。しかももう一回戦わないいかんごつなるからさ、それが一番きつい。あー、挟まった挟まった。壁側やめろ。
ふう。300回復は痛えな。回復がきつい。くぅ、削った分が全部なくなっていく。ちょっとめんどくさいな。あれ、中心どうにかしねえとどう削りきれんな、この調子だと。ひるまぬか。一回ロックオン外して。はい、ダメ。ショートカット作りてえな。さあどう来る？痛いね。ああ、辛い。まだ上があるんだよな。さあ、ああ、君か。さあ、ゲットして、まあ、こんな格好してんだな。あ、ちゃった。こだまちゃんもゲットして、いやー、ここマージで強えわ。で、
ぱ強いね。はい、最後ついて、でこっちだね。何もなし。アイテムだけか。あ、塗り壁さん、どうも。やめろという感じか。どうです？黄色だね。よかったよかった。さあ、砥石ゲットの。あ、温泉じゃん。で、これ開けるとどこに行く？下に繋がったけど、嫌だな、嫌だね。坂に持っていくと何もできないって感じが多いのかな。温泉があって、温泉はあるけど、社はなさそうだよね。さて、スタミナが相変わらず高いね。よし、片付いた。で、こっちは？お、アイテム渡しますか。あ、てかいいの手に入ってたじゃん。ロック解除して、これかな。ほい、一回話しとくと、火縄銃ね、火見取り、防具も最高か。238。あー、重くなる。あとは、結構ね、あいつ出てきてか、66尾出てるからね、毒消しを。念のため、持っとこうかな。なんか嫌な感がするな。お、次郎たち。最高じゃないですか。久しぶりになんか立ち引いた感じがするな。
あら、上来たが、さあ、これ開けると、おお、野党か野党神か。はいはい。で、これはこう行く。うぅ、絶対ダメージ食らうよね。野党神きついな。あ、こだまちゃん。ああ、二体相手もちょっと辛いな。好きな方いけるよーって感じだけどさ、最終的にここをダッシュして抜けるってことを考えると、あ。137。そんなにいい装備じゃないんだよね。レベルは高いんだけどね。よし、とりあえず一回挨拶してっていう感じかな。さあ、奉納もついでにしましょう。37万。まあ、なかなかたまりきらないね。よし、行くか。ん？いなくなるんだ。あ、それは楽だね。頑張って倒した甲斐あるわ。そうだね。もらえる可能性があるんなら、野党神の方が、僕はいいかな。いて。痛いね。ねえ、そう。頭狙い。なぜか頭に全然いかなかったね。君邪魔。くは。くー。相変わらず強いな。いてー、この広さでその範囲はえぐくないかい？カウンターがうまくいきませんな。やばい。
くさあ、とりあえずガードをしっかりしながら、痛いねー、それが地味に痛い。ああ、何回するねんっていうぐらい。まったく、そうなんだよね、スタミナ切れになるんだよね。危ない。ぐー、吸うな吸うな、危ない。やばいやばいやばい。こうじゃなくて、マジで毒がいて、ちょっともういいや。こういったあのちっちゃいの、よし、あー消えたね、よしよし、あーつえー、お、野党神月中つらいわ。そう、次これで、反対側から通れるようになると。おお、いいところに。特にこっちはなし。いやー強かったー。回復がほんと足りなくなったね、途中から。さあ、ボスラッシュが続いておりますが、相変わらず強いな。ナトーシン倒したけど、次誰かなって感じだよね。ちょっと君はこっちに。ああ、回復するんだもんね、あれがあると。あ、すぐボス戦が近くにあるね。
それは非常に助かる。痛い。痛い。むしろ君を先に、相手したくない一番相手にしたくないの来たな。あちゃ。あとは余計なのはいないね。なかなか追ってこなかったな。はい、大丈夫。痛い。あ、滑車が出てくんのか。ああ、滑車出てくるか。ちょっと嫌な予感を。なるほど。うずめごずめの方に行くと、あっちを壊せるわけか。なるほどね。さあ、せっかくなんで、付け替え。なんで主のこっちじゃなくなるんだろうかなと思ってね、ずーっとやってて。服は、これ服だよね。で、OK。カシャを、これを、いい加減変えんとね、ずっと変えてなかったもんね。野党心に変えて、カシャがいいの手に入ったらって感じかな。ただこれで回復はしなくなったんだよね。おいて、久しぶり。狭いな。ここで君の相手か。熱い。そうだね、今。それはきついっすね。はめ技やねえか。
あえず洋服ゲージ貯めんとね。痛い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 。さて、暑いんだよな君。よし、揚力ゲージはとりあえずたまった。痛い痛い痛い。とりあえず回復して、端っこはやめ、端っこは。痛いね、相変わらず。やべ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 、そのハメ技は。チョコマカと、さて、さあ削れ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 、さあ滑車。ろくろがめっちゃ迫ってきてる。ものすごい後ろから嫌な音がするけど、よしよし、すっごい猫ちゃんの声はするんだよね。チャチャか、はあ、降りる。これ降りると、はいはいはい、つながるわけね。ふう、これでちょっとは移動が楽になると、
50欲しいな。まだ40ぐらいか。ここも貫通するんだろうねってことはね。シュワンシュワンってね。あはあ、嫌だな、あの武者がいるか。強いんだよね、キビね。はあ、避けきれね。あの腕を切り落とせれば大したことないんだけど、あー痛いね。いって援軍来たか。ちょっとそれは危ない。あー、とりあえず引けてよかったけど、お前だよ。おお、避けたし、しかもマジでお前そんな性能良かったの。いやー、じっくり回復して。そうか、お主が太后様の。待っておるぞ。待っておるぞ、誰だろうかな。多分あの逃げたあやかしの一人だと思うんだけど。あの中で戦うのはなかなかえぐいな。音はするんだけど、あ、いた。ほい、帰れ帰れ。さあ、まあここにはいないだろうという想定のもと、一旦帰って、で、玉城変えようか。上がったね。よし、多分ここの裏に来れるんじゃないかな。まだかな？まだか。
ボス戦だね。お？マネーと覚えはないぞ。まあ慌てるな。俺の新しい嫁を紹介してやる。え？あ、こいつか。さっきから話しかけてたのは。やべえな。いてー。いて回復できてない。おお、いろいろ攻撃してくるのか。ちなみにこっちは？いてー。赤くはなるんだけどダメージそんな入ってない。いや、たまたま当たってないだけか。痛いって。マジでちょい。いや、攻撃がめんどくさい。当たるけどっていう感じか。あー、属性攻撃で全部がもう当たりきてん。距離感。いやー、属性攻撃が入るのが痛いねー。これ当たってないんだもんね。なんだあれは。痛い。もうやめてくれ。あっち。ブレス。これを狙っていくって感じかな。いてー。マジで後ろからはやめてくれ。てか増えてるし。痛いよー。痛い。痛い。何本倒せばいいの？痛い。しかもブレたし。あー痛い。あ、うーん、アクミ、このレーザーがやっばい。無理。
はあ、楽に。今でも倒し方は分かったね。痛い。よし、まず、ああそれがきつい。あの目がね。で。で。はい。怖っ。お、ここ当たんねえじゃーん。それ以上はやめとこう。そうだね。どう？よし。となると反対のこっちもいけるわけだね。さあ、さあ半分。ちょっと待ってね、画面が。きついっすね。あっちこっち行くから見づらいっすね。さて。いやー、なんとかここまで来たね。毒やば。
ここはあんちだね。あぶね。よし、あっちもそうならこっちもこうだ。で、どこだ次は。来た、そっち。しゃあ、あー最後だ。さあ、刀様のおかげやね。ソファヤの剣ができた。いや強すぎマジで普通に強すぎ。まあでも銃がこんなに活躍するとは思いもしなかったな。さあ長壁姫、イナザルユシタワ。さあ、刀をゲットで銃が、いや強かったねー、マジで辛かった単純に辛かった。敵を倒す、こっちはいっかな。まあ、こんな感じかな。よし、じゃあ終わりとしましょう。ムミョちゃんは？それが平等院で見た、あやかしを滅ぼす刀。その刀があればきっと。さあ、藤吉郎を追いましょう。さあ。次は藤吉郎かな。いや、強かった。ボスラッシュからのこれはなかなかやねいや、つらかったわ。さあ、あやかしを滅ぼす刀は取り戻したということで、どんな強いあやかしでも狩れるはずと。藤吉郎、そうだね、どうにかしないとね。さあ、長壁姫。雑魚狩りにはもってこいだね。いやー、もう一つ。29だもん。オーバーするもんな。そうだね、やっとうしん、やっぱ一発が強かったね。お
防御は上がるけど攻撃力は下がると。どうかな、強いかな。雑魚敵戦にはすごくうってつけな感じはするんだけど、まあまあ今回ここまでにしましょう。次回はまた続きですね。第5の花見ということで、最後花見か、まあ、藤吉郎と倒してって感じだな。まあまあまあ楽しみにしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。